ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。ディスカバー編集部の大山明子です。私は夫婦で年収600万円を目指す2人で時代を生き抜くお金管理術を編集しました。でどうしてこの本を、作ろうと思ったかというと、もともとやっぱり個人的に弊社婚活時代とかを出していることから、結婚って何だろうとか、2人で生きることって何だろうっていうのがすごく自分の中で独身ということもありまして、テーマでした。でそういったことを考えているうちに、格差婚とか、あとやっぱりこう玉の輿とか、昔から言われるような結婚のスタイルとかっていうのではなくて、こういう低迷した時代だからこそ、やっぱり夫婦2人で例えば旦那さんがこう病気倒れてしまったりとかした時のリスクヘッジとか、そういったことのためにも結婚という2人で生きるっていう考え方について書いた本っていうのはないかなというか、あったらいいなというのを考えていたところ、ちょうど、著者の方と出会うことができました。で著者の方と出会ったのが、もともと作家の水野俊也さんという方のビジネス書のセミナーでお会いしたんですけれども、この著者の花輪陽子さんという方が、夫婦のお金ですとか、あとやっぱりこうご自分がお金で苦労したということもありまして、お金についてもっときちんと考えようということに対してすごく情熱を持った方だったんですね。でその方とお話をしていた時に、やっぱりこうご夫婦の花輪さん自身のご夫婦についてのお金の考え方ですとか、方法とか、いつも例えばお小遣いとか、そういったことをどうされているのかとか、自分への投資とかっていうのがどういうものなのかっていうことについてすごく勉強になりまして、それをぜひ本に一緒にできたらいいですねっていう話をしている中で、この本が生まれることになりました。でやはりこの2人で時代を生き抜くお金管理術を企画会議で出した時に、編集者の同僚の皆さんが一番反応したのが、やっぱり2人のお金っていうところが考え方がないのでいいのではないかっていうことに一番盛り上がったんですけれども、やはりその普通のお金の本というか、一般的にすごいお金の本ってものすごくたくさんあるので、何かこの本を面白く特徴付けた方がいいのではないかっていうような意見がすごく飛び出てまして、著者の花輪さんと一緒にどういったところを工夫すればいいかっていうのをいろいろ考えました。編集過程でやっぱり気をつけた点というのは、見出しが分かりにくいと、例えば立ち読みした時に自分のことについて自分の問題にこう答えてくれないんじゃないかということを自分の問題に答えてくれないんじゃないかというか、自分にとって必要な答えがないんじゃないかって思われてしまうと、やっぱり手に取っていただけないんじゃないかということで、なるべくリアルな言葉を使ったりとか、結構強めの言葉を使ったりというのを社長の星葉とも相談して、決めていきました。であとはやはりリアルな例えばお給料の明細をどうしていくかとか、本当にリアルな情報を入れ込みたかったので、社内の25、6歳の夫婦とかですね、友人の夫婦と、あと結婚間近な夫婦とか独身の方っていうのに、いろんな方にちょっと原稿を読んでもらいまして、こういったものが欲しいとか、まだここが足りないとか、実際にリアルなケースとかっていうのはどうなってるかっていうのを逐一聞いていきまして、どんどんその情報を入れ込んでいきました。例えば埼玉在住でこう年収が400万円ぐらいで子供が2人いたら、どのぐらい のお小遣いとか自己投資のお金を回せるのかとか、保険をどのぐらい削ればいいのかとか、そういったことをもう5000円とか1万円単位で著者と一緒に考えていったという形です。なのでその会あって、結構やっぱりリアルなこのケースが書いてあるケースが良かったっていうご意見をいただいております。で具体的にやはりこの本はどんな人におすすめかというとですね、やっぱり結婚を控えている、結婚しようかなと思っている独身の女性とか男性はもちろんのこと、やっぱり結婚ってどうしてもお金かかったりとか損をするんじゃないかとか思っている、特に男性が思っている場合が多いんですけれども、いやそうではなくて、やはり2人で結婚することによってすごくお得になる、
っていうのがすごくこの本の売りですので、やっぱりそのお得、本当にお得になるし、やっぱり規模のメリットが働くので、2人でお金が本当に楽になるっていうのを知っていただくためにも、その結婚後の、お金のやり方とかを知っていただくためにも結構独身の方におすすめです。あとはもちろん夫婦の方、結婚して数年でやっぱり自分たちのお金っていうのをきちんとまだまだ考えていなかったなとか、これから子供を産んで人生プランを立てようかなっていう人にとってはすごくおすすめです。で、今後どんな書籍を作っていきたいかということなんですけれども、やっぱりこのようなすごくこう、どんな風な生き方をしたらいいかとか、どういう人生を送ったらいいかっていうのがみんな分からなくなっている世の中だと思うんですね。で、やはり私自身もその20代というのを過ごしてきて、やっぱりどういった人生が理想なのかとか、どういったことを目標にすればいいのかっていうのは正直分からないというようなこともいろいろ考えたりとかしていくうちに、やはりその自分らしい生き方っていうのはそれぞれある、どういったものかもわからないかもしれないんですけども、何かその自分の生き方にヒントになるような本っていうものを作っていければいいなと思っております。はい、以上では、この、まだまだご結婚するしないには関わらず、こちらの方をぜひお読みください。